味方不幸は、日本のリングアナウンサー、俳優、プロレス開発にして、唯一のローリングコールの使い手。開演隊土女三代目コミッショナーを務め、時は演習会では、トミー・茨城と共にホストを務め、プロレスキングでは、実況解説を務め、60歳以上限定工業、R-60 プロデューサーを務めている。なお、前職は俳優である。旗揚げ当初は、 藤田実が率いる F ワーズの専属リングアナウンサーとして活躍。六本木現役ナンバーワンホストというプロレスリングアナウンサーでは異例の経歴の持ち主として注目を集める。論網に日焼けした肌、また人差し指と小指を立ててマイクを持ち、一回転してコールするなどビジュアル的にも見るものに衝撃を与えた。また2002年9月には F ワーズ第5の男として、マスクをかぶり、ローリングウルフとして登場。デビュー戦では、両子の DDT 一発で小負け。その後も数回登場し、DJ ニラに乾杯する無類の弱さを見せつけた。2005年に2代目コミッショナーであった上原洋が、新総研コート馬と共に、金納刀を結成し、コミッショナーを解雇となったことをきっかけに自ら、コミッショナーに立候補。 トミー・茨城とと共に、ファン投票による、コミッショナー選挙が行われ、新コミッショナーとなった。コミッショナーとしては上に厚く中川智香、小畑優作、万ンビ、カトマト等若手のデビューには欠かせない、影の立役者として活躍。若手との有名なエピソードでは2005年には、練習生にもかかわらず自分でデビューを宣言した、中川智香のデビューを勝手に許可。同年4月には、 首の負傷でデビューが難しいとされていた尾畑優作を高道の区の反対を押し切り条件付けでデビューさせた2006年5月の GWSP ならにおいてデビューをかけて高道の区と連日エキシビションマッチで戦う家事ヤマトのためにキーキメなルールを提案して協力しかし結果は連敗でデビューは延期に泣き崩れるヤマトの横で涙ながらに こいつはどんなに時間がかかっても必ずデビューさせますと宣言した。また安沢拓人のインフォメーションコーナーのやりとりは団体の目玉となっていた。2006年9月にカロリーの秋子の休業と団体の発展を理由にコミッショナーを辞任。公認に296を指名し、リング穴に専念することになった。マスク祭りでは仮面ライダー陶器のマスクで、 子猫ちゃんたちの注目を集めた。それが逆に災いして、2006年12月31日、後楽園ホールでのインディーサミットで、男色ディーノの入場パフォーマンスの餌食となってしまった。ビッグマッチのオープニングでは、決めゼリフと同時に、選手家おまけの大量の紙テープが投げ込まれ、団体名物となっている。俳優の真夏流から伝承された。 ウルトラマントの着用も見どころの一つ。インディーサミットからプロレスサミットまでレギュラーのリングアナウンサーとして参加。またフリーではなく、所属団体があるにもかかわらずアパッチプロレス群、XWF、W、ING プロモーション、メビウス、クルーザー、S ゲーム、ビギニング実行委員会など数多くのレギュラー参加団体もツリングアナウンサーとしては極めて珍しい形で、 活動の幅を広げている。また仕切りのうまさと美声を買われて、団体主催のイベントの他にも、高道の区が所属する、千葉商工会議所のパーティーや各種イベントにも、司会として、数多く参加している。2009年8月には、ザグレート、サスケ公認のマスクをかぶり、覆面リングアナウンサー、青味方として登場。しかし本人は、味方不幸とは別人と主張している。 青みかたでは、千葉ハッピープロレス、佐々木隆史率いるプロレスリングフリーダムズの専属リングアナウンサーとして活動している。2010年12月週刊プロレスシメント自身のブログで、ザグレートサスケ率いるバンド、クレイジークルー4番目のメンバーとして加入したことを発表。担当はエアキーボード。同年12月16日、後楽園ホールにて、 リング解体マッチとして行われた宇宙大戦争本当に最終決戦ザ・音楽ウォーズではザ・グレート・サスケ・ケン45・ィッキー・フジのセコンドで参加。試合後、クレイジー・クルーのメンバーとホール北側ステージで熱唱した。2012年5月、4月25日をもって海援隊土壌を退団したことが発表された。以降、コラソン・エンターテイメントに所属し、 劇団コラソンのメンバーとして、前職の俳優活動を再開させる。同年12月12日には、コラソンジャパンとアイスリボンの共同事業として展開される、コラソン女子プロレスにおいて、団体の代表に就任することになった。一方、リングコールでは、アイスリボンを中心に活動しているが、ローリングコールは封印されている。 なお2013年8月11日より全日本プロレス関東地区テ定リングアナウンサーとしてレギュラー参加している。2014年7月24日のフリーダムズよりそれまでの青味方から覆面を変えて桃太郎として現れた。モチーフは庭の誠の漫画ザ・桃太郎からで庭野が学生プロレス出身なこともあり公認となっている。 2017年4月20日に、プロレースリングのア所属リングアナになったことを公表した。ありがとうございます。